ホンダ MBX、MBX、MBX は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートガイのシリーズ商標である。1979年から販売された、ホンダ技研工業としては、初となるクーにストロークピストンリードバルブ、単気筒エンジンを搭載した、量産ロードスポーツモデルメガバイトシリーズを、フルモデルチェンジし、1982年から、 製造販売された第二世代となるシリーズである。先代のメガバイトシリーズでは、排気量 50cc、原動機付自転車、クラス 80cc クラス、原付2種、小型自動二輪車のバリエーションが蘇生されたが、本シリーズでは 125cc クラスを新たに加えた、ほか、工する設計変更、改良を実施しており、同時期に製造販売された。 デュアルパーパスモデルの MTX シリーズと一部コンポーネンツを共有する。メガバイトシリーズで特徴的だった X 型バックボーンフレームをやめ、新たに設計されたセミダブルクレードル型に搭載されるエンジンは基本設計は踏襲するものの冷却方式を水冷化したほか、始動はキックスターターのみとした。サスペンションは前輪がテレスコピック。 後輪がプロリンク式スイングアームで、ブレーキは前輪が油圧式にポットキャリパーシングルディスク、後輪が機械式リーディングトレーリングとし、ホイールは前後ともにアルミニウム製ブーメラン型スポーツコムスターを装着する。また伝送品もメガバイトシリーズの6ボルトから1 2トへ全面的に刷新された。内径 X 工程。 39.0X41.4mm、排気量 49cc のエンジンを搭載するモデルである。車体サイズを先代のメガバイトシリーズから大型化し、燃料タンク容量も12リットルまで増量した。キャスター角26度30トレール 72mm に設定。販売開始後に2回のモデルチェンジを実施しているが、 いずれも形式名もしくは社名を変更を実施しており、以下でそれぞれについて解説を行う。1982年2月25日発表、同年3月1日発売。イメージキャラクターには、近藤正彦を起用した最初期モデルで、搭載される AC03E 型エンジンは、最高出力 7.2PS、8500RPM。 最大トルク 0.65kgm 7500rpm のスペックを発揮する。年間販売目標は12000台。標準現金価格186000円に設定された。1984年4月20日発表、同月21日発売。1985年騒音規制的大モデルのため、形式名に識別記号 A- が付帯する。 原動機付自転車の最高馬力は自主規制により 7.2PS までとされていたが一方で本来の使用目的に比べて過剰な曲げに高性能であったことから問題化したことから最高速度を 60kmh までに規制対応した仕様で以下の変更を実施した年間販売目標は1万台標準現金価格18万9千円に設定された 1985年10月29日発表、同年11月1日発売。上述した最高速度 60km、H 規制対応モデルの AAC-08 型、MBX-50 が、販売実績に大きな影響を与えたことから、形式名、エンジン形式はそのままに、車名並びに以下の変更を実施したモデルである。年間販売目標は1万5 0台。 標準現金価格19万8000円に設定された。1987年に後継モデルの NS50 回が発売されたが、しばらく併売された。形式名 HC04 内径 X 工程 49.4X41.4mm 排気量 79ccpf26 型キャブレターから最高出力 12PS9000rpm 最大トルク0 9 7ラム m 8500rpm のスペックを発揮する HC04E 型エンジンを 50cc モデルと共通のフレームに搭載するほか乗車定員が12名キャスター角25度30トレール7 3ト、mm、ルとなる相違点がある。また日本国内向け仕様のみとされた 50cc モデルとは異なり海外向け輸出仕様が存在しねえキット もしくはハーフカウル装着モデルも設定されたが、日本国内向け仕様は社名を MBX80 インテグラのペットネームを持つフルカウル装着モデルとし、1983年6月21日発表、同月22日発売。年間販売目標は3000台、標準現金価格22万8000円に設定された。 形式名 JC10 MBX125 回の社名で1983年3月17日発表、同月18日発売。フレームは 50.80cc モデル同様のセミダブルクレードル型であるが、互換性はないほか、前輪サイズを18、16インチへ小径化並びに燃料タンクを13リットルへ増量しており、ビキニカウルなどの外装が、 MVX250 回と共通デザインにするなどの際がある。搭載される内径 X 工程 56.0X50.6mm 排気量 124cc の JC10E 型エンジンは圧縮比 7.5PF60 型キャブレターによる燃料供給を行うほか排気系にアッテック並びにベンチュリー型チャンバーを装着。 自主規制値限度となる最高出力 22PS、9000rpm、最大トルク 1.8kgm、8500rpm のスペックを発揮し、6段、マニュアルトランスミッションを介して、チェーンドライブにより、後輪を駆動する。るサスペンションは、フロントフォーク系を 50.80cc モデルの 29mm から 31mm へ拡大したほか、 キャスター角26度30トレール 87mm に設定。乾燥重量は 96kg である。海外向け輸出仕様も製造されたが、日本国内年間販売目標は12000台。標準販売価格は279000円に設定された。1987年にイタリア現地法人のホンダイタリアインダストリアーレ。 ホンダイタリアインドストリアル ESPA が製造する NS125R が500台限定で販売された際にも継続して併売されたが1988年に生産終了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。